お昼だよ。みんな待ちに待ったお昼だよ。今日のご飯はね、元気が買ってくれた地元のラーメンだよ。こっち見て。激にぼ青森津軽煮干しラーメンと、ピタカタラーメン。果たして青森の激にぼとピタカタラーメンどっちが美味しいのか試させてもらおうじゃないか。ニュータッチだよ、美味しくねえよ。いや、そっちはマルちゃんじゃねえよ。マルちゃん美味しいじゃん。マルちゃん、マルちゃんも大丈夫だ。マルちゃん開けてみましょう。途中まで一緒だよ。いやいや、あでも確かにあの激煮物の方はよく知らんけどよく知らんけど、あのピタカタラーメンのね、あの平打ちの縮れ麺。本当だ。確かに再現はできているのではないかと思います。で、この後入れ液体スープ、こちらを入れています。で、激煮物も後入れの2つある。液体スープと、やばい粉やばい白い粉入れるみたいですねじゃあ入れていきます。くそ、これ粉の方が後なんじゃない？ん？召し上がる直前にお入れください。どっちもそうだ。これね、多分あの醤油。魚村の匂いだ。魚村って言うなよ。魚村って言うなよ。あ、雰囲気はっぽい。では故郷のラーメン。美味しそう。行かせてもらいましょう。いただきます。スープはどう？薄い。煮干しじゃない。それお湯の量の問題なんじゃないですか。あ、でもね、でもちょっと普通の醤油ラーメンになっちゃってるな。見た目は全然。うわ、魚村の匂いする。しょっぱこれ絶対お湯間違ってるよ。うん、これうまいな。これで薄いんだったらこいつの下も枯れてる。トゥーピーも食べる。激煮棒は名乗れない。やっぱ濃い煮干し食いすぎたんだろうな。いや、これより濃かったら、うん、もうあれだよ。ラーメン煮干しラーメンでもないと。いや煮干しだと違うんだよ。ちゃんと美味しいね。デス煮干しってあんだよ。名前でもダメじゃん。まあいい感じのカップ麺にしては出してると思います。うん、これ違うの？これ美味しいけど、あのね、これだったらあれ100円ローソンで売ってる、うん、ちょっと背の高いひたかたラーメンっていうのがあるんだけど、 あ、ね、うん、あれの方がひたかたラーメンっぽい。ちょっと普通の醤油ラーメン。なるほどね。あの百郎の青い北方ラーメン。いや、お近くにある方もぜひ。美味しい。美味しいの。美味しい。そもそも北方ラーメンってどのことを言うの？なんか
あんの基準みたいな。基本的にはね、麺なんですよ。あ、麺なんだ。え、皆さん、いろいろなラーメン試してみてください。では、またチャンネル登録よろしくででん